関水霊形式による幼児洗礼聖教会における幼児洗礼。新霊形式で行われている。小児洗礼、幼児洗礼とは、キリスト教の秘跡、機密、聖伝、霊天,霊天と位置づけられる洗礼のうち、幼児、小児への洗礼を言う。神学上の議論では、しばしば、こう意味するギリシア語のパゼから、ペディバプティズム、ペディバプティズムと呼ばれる。 幼児洗礼は、ラテン語の心情を意味する、クリード・オクレドの、私は信じるに由来して、信仰者のバプテスマと呼ばれる、しばしば聖人が受ける洗礼と対比される。いかに、幼児洗礼を行う教派と行わない教派の一覧を挙げるが、洗礼の伝統を有する、代表的な教会の一覧であり、そもそも洗礼の伝統がない無教会やキリスト教系。 新宗教などは含まれていないことに注意されたい。幼児洗礼を行う宗派は同時に献身式を行うこと認める立場と献身式をある程度の年齢になってから行う立場の二種がある。後者の場合献身の儀を得るまでは正式な信徒としてみなされないとされる。幼児洗礼を行わない教派の主張は子供の心境の自由保護の観点から 自己決定能力が確立してから入信させるべきというものである。なお、日本のプロテスタントの合同教会である日本、キリスト教団では、各教会の方針や牧師によって、幼児洗礼を行うかどうかに相違がある。エキュメニカル派と区別される、福音派の日本福音同盟においても、教会ごとに相違があるが、申請した者がバプテスマを受けるべきであるとする、教理から、 福音派では小児洗礼を行わない教会の方が若干多い。洗礼式の詳細はキリスト教の教派によって異なる。聖教会では成人の洗礼は冠水礼で行うことが一般的であるが、幼児洗礼は心霊形式で行うことが一般的である。祈祷文、法神礼の構成に成人のものと違いはなく、 生体礼儀の直前に行われる。受診者が言葉を覚えていない幼児である場合、唱えるべき、祈祷文の箇所は大父母が代読する。洗礼の際に着用した洗礼儀は、大切に保存され、永民した後の埋葬時に、洗礼儀も、遺体と共に埋葬する習慣がある。カトリック教会、聖公会、他一部のプロテスタント教会での幼児洗礼は、聖人の洗礼と同様。 多くは、天霊、礼拝に続いて行われる。典型的な幼児洗礼式では、子供が、両親に抱かれ、牧者、聖職者、牧師、回収の前に進み出る。洗礼師式者は、水を注ぎながら、父と子と、精霊の御名によって、洗礼を授けるという。カトリックの伝統では、神霊によって、これを行うとされるが、 現状では頭部に水を注ぎかける雫霊式、乾水式の方が一般的に行われる。必須ではないが、多くの両親と大父母は、洗礼ドレスと呼ばれる白いガウの幼児に着せる。洗礼儀はその過程に代々伝わる大事な品となる。幼児洗礼が最初に行われた時期について、学者の間で意見が異なっている。ある学者は、初期のクリスチャンが、 幼児洗礼を行わなかったと考える。他の学者は、使徒行伝10時24分、10時47分マイナス48、11時14分、16時15分、16時33分、18、8、第一コリント1時16分に、家族全体に洗礼を授けた記事があることから、幼児や小児がその中に含まれたと考える。また、幼児。 小児洗礼を行う教会では、洗礼は、滑礼と気を一にするものと考えられている。その根拠聖句は、コロサイ2時11分 -12、ローマ4、9から12である。洗礼について書かれた、聖書以外の文献では、100年頃のディダケイに記述がある。ディダケイでは、受洗前の断食を命じており、幼児洗礼ではなく、 成人洗礼について述べていると考えられる。2から3世紀の文書は、幼児に洗礼を授けたことを示している。エーレナイオスの記述は幼児への洗礼を含んでいる。オリゲネスは、幼児洗礼を、死との言い伝えと呼んでいる。カルタ語公開規定第124項には、自分自身では罪を犯していないが、現在から解放されるべき幼児や、新生児に洗礼を授ける。 必要性を否定するものを破門する。という規定がある。日本では、幼児洗礼に対して、成人洗礼の語が、一般的である、使と恐怖文書 ISBN40 億6197万6079本説のオリゲネスに関する記述以降の出典イラリオン・アルフェーフチョ、ニコライ・高松孝一役。 信仰の機密東京復活大聖堂教会2004年、オリゲネスによる、ローマ語、9公開、ヨーロ14、4から5公開、レビ8、3公開、ルカ14章説教。ありがとうございます。